日本キリスト教団、島の内教会は、大阪府大阪市中央区東心斎橋に所在する、キリスト教の教会。教派は、プロテスタント。建物は、国の登録有形文化財となっている。1882年、デフォレスト宣教師から男女6名が洗礼を受け、街道を剣道。当時、同志社英学校神学科に在学していた、上原語律を牧師に招聘した。1929年玄海堂を建築。1945年3月の大阪大空襲で炎上したが順次復興工事を行い、1950年7月に完了。1966年から1988年まで牧師を務めた西原明は、教会という枠にとらわれない文化活動を行った。これは西原が1961年に渡米した際にニューヨークのジャドソン記念協会が教会劇場を開いているのを見たことに由来する。当時教会の部屋を稽古場に使用していた劇団と相談し、教会員とも協議の上で1968年6月から島の内小劇場を定期的に開催した。さらにたまには情報芸能もしてみてはどうかという話から、六代目、笑福亭松鶴に相談の上で、1972年2月からは、情報落語の公演、島の内寄せが開催された。1976年12月からは、関西室内落協会が、チャペルコンサートを開始し、西原の退任までに214回開催された。西原退任後も継続されたコンサートは、2005年に教会が一般への貸し出し停止を決めたため、同年12月をもって終了した。2009年に西原が死去した際に、関西室内楽協会によって記念音楽会が実施されている。また、島の内寄せが移転してから途絶えていた落語は、桂義也が2015年から毎年12月に、桂義也のお仕事です。スペシャルと題した落語会を開催している。街道にはフランスガルニエ社製のパイプオルガンがあり、特別礼拝で使用される。前期の関西室内楽協会のコンサートでも使用されていた。街道は3階建て、6屋根、建築面積384平方メートル。設計は弓町本郷教会、福岡敬語教会、天満教会も手掛けた中村鎮。6本の角柱を並べる玄関、化粧ブロックで、正面性を打ち出している。設計者が開発した中村式鉄筋コンクリートブロック構造で近代建築の発展過程を示す作品となっている。2009年11月2日、国の登録有形文化財となった。大阪府大阪市中央区東心斎橋 1-38。ありがとうございます。